はい、斉松本です。今回はスバル取扱説明書のアプリを紹介していきたいと思います。このアプリは App Store もしくは Google Play Store でダウンロードできます。では早速使っていきましょう。一番初め、本アプリケーションについての説明事項が書かれています。で、今この画面なんですが、レヴォーグのマニュアルがもうすでに表示されていると思います。一番最初にダウンロードした時は、まず車種を選択するところからが始まります。一旦その画面にしていきたいと思います。このように今はレヴォーグがダウンロードされているので、ダウンロード済みという形になっています。他の車種を選択したい場合は、このようにレガシー、WRX、インプレッサー、XV、フォレスターが選択することができます。例えばレガシーだと、このように何年型のモデルということが追加することが可能になっているので、ご自身が持っている車種に合わせてダウンロードしてみてください。トップページに戻ってきました。まずはビジュアルを見ていきましょう。インテリアとエクステリアでタップをすることで切り替えることができます。そしてさらにこのインテリアの画面であれば、この2つの写真ですが、それぞれタップすることが可能です。まず上のインテリアの部分をタップすると、このようにさらに詳細な画面に切り替わります。この緑の丸い円をタップすると、そのタップしたところの名称が表示されます。虫眼鏡のマークをタップすることで、さらに詳細な画面に切り替わります。そして緑の丸い円をまたタップすることで、そのタップしたところの名称が表示されます。下の写真も同様です。このように緑の円が出ているところをタップすると、名称が表示されて、虫眼鏡のところをタップするとさらに詳細な画面に切り替わると。そして緑の丸いボタンをタッチするとまた名称が出てくる、このようなシステムになってます。エクステリアも同様にこのように切り替えていただくと、押したところ、タップしたところの名称が出てきます。虫眼鏡のボタンを押すとさらに細かい画面になって、名称を表示させることができます。取扱説明書もこのアプリで見ることができます。今度の VN 型レヴォーグからは完全に小冊子の取扱説明書がなくなりました。なので取扱説明書を確認するには、このアプリを使って見ていただく必要があります。ではマニュアルをタップしていきましょう。そうすると、取扱説明書キーワード検索万一の場合という画面に切り替わります。取扱説明書をタップすると、このように画面が切り替わるので、ご自身が見たいところをタップしていきます。で、細かくなっていって、アイサイトについて見ていきたいときはまたアイサイトをタップすることで、このように細かい説明を確認することができます。キーワード検索はこのボックスに検索したいワードを書いて検索することで、検索結果が出てくるので、自分が探したい、ところをタップして、さらに詳細に確認することができます。表示灯、警告灯の種類も確認することができます。まず赤系統、黄色系統、緑系統、そして白系統というふうに分かれているのですが、この表示されているマークをタップすることで、このように説明欄が出てきます。黄色系統も同様ですね。最後はヘルプボタンです。ヘルプボタンは万一の場合のそれぞれの対処方法が書かれています。事故が起きた時の対処方法を知りたいときは、ここをタップして、この順番に対応してください。
今回はスバルの取扱説明書アプリを紹介してみました。これまでの冊子型の取扱説明書はページ数も非常に多く持ち運ぶことも難しかったと思います。スマホアプリになったことによって誰でも手軽に検索することができるようになりました。ご自身の車種をダウンロードするだけなのでとても簡単です。ぜひ一度お試しに使ってみてはいかがでしょうか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。